とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、2020年最後のガチャ回したいと思います。100連いくね。どっち行こうか。よろずは、いまいちだね。いまいちすぎる。装備品を100連いく前、行くね。言えてない。行きます。まあ、サクッと。2020年、何かいいのが最後、出てきてくれるのを祈る。金が出てないってことで、大外れです。レジェンダリー 13%。来い。後ろに五光がピカー光ってたら、ちょっと新しいやつのね、可能性が高いんだけども、おっと、じらすね。なんだ？お！ G-SHOCK？ G-SHOCK のスピードモデル？じゃないのこれ。え、なにこれ？対衝撃デジタル腕時計。いらねえな、片手武器のダメージ 40%。微妙すぎる。これなんだろう、全部の武器ダメージアップとかそういうのであればさ、いいんだけど、そのなんだろうな、片手武器とかそういう風に限定されちゃうと、ダメよ。ダメダメ。はい、外れです。大外れ。闘魂バット。初めてのやつかな、あれ。いきます。はい、残り70連。おっと、金。後ろに五光が刺してないからいいのじゃない。でも、おお、でもこれピックアップのやつじゃない？ピックアップのオーガニックヘアワックス。いらねえ。全然いらない。タキシードもね、もう持ってるのよ。あれも能力値が、スキルがね、防御力が上がるやつじゃなくって、攻撃的なスキルだったらもっと使えたんだけどね。ちょっと、微妙です、タキシード。ちょっと俺が見たことないやつちょうだい。まあ、腕時計見たことなかったけど。腕時計は見たことなかったよ。でも、ステータスっていうかスキルが微妙すぎた。もっといいやつちょうだい。もっといいやつ。2020年最後の締めにふさわしいやつをください。来て。来た。来た。来て。来て。これピックアップのやつじゃない？モップ系の最強のやつ？レベル500台のやつ？あ、違うわ。これワイドロップで交換できる方のやつだね。いらない。確かに前は強かったけど、もう今となっちゃもう全然弱いやつだから、あれ。もう一個ね、上のやつじゃないと、今、現在は使えません。はい、残り20連。五光が光ったやつ最後来てほしいな。ピッカーなってるやつなってない。まあ、ブルブルなって来てくれれば。初めてのやつだ。来た。初めて。え、なにこれ。ド派手パピオンマスク。弱いな。ステータス次第。あ、スキル次第だ。じわじわ回復。微妙。でもまあまあまあ、これなんか頭ボームじゃなくてさ、ファッションでよくなかった今のやつ。はい、では2020年ラスト10連。金が来た。ラストで金が来た。さあブルブル鳴ってください。おし、来たよ。あ、いや武器だ。どうなの。まあ一番強いやつではあるけど、あ、エモート使用すると 40% アップ。悪くないね。素早さを結構簡単に上げれるから、あ、これ使い勝手が良さそうだね。はい、それではね、2020年最後の100連、こんな感じでした。見たことないやつがね、3つ出たんで、なかなか良かったんではないでしょうか。ではね、来年2021年も
ぜひともよろしくお願いします。どんどん出していくよ。そして1月か2月にはね、アップデートも来ると思うので、また生放送でマルチやりましょう。それでは良いお年を。ご視聴ありがとうございました。